アーカンソー、アーカンソー、アセスアーカンソー、PB-33 は、アメリカ海軍の戦艦。ワイオーミング級の2番艦である。艦名は、アメリカ合衆国26番目の州にちなみ、この名を与えられた艦としては3隻目である。太平洋戦争開戦時にはすでに砲の威力、装甲、速力等の戦艦を構成する要素すべてで、旧式戦艦となっていた。 開戦後に順次、電子測定、小準装備、戦上統制システム対空兵器の換装が行われた。アーカンソーは1910年1月25日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所に適合した。1911年1月14日にナンシー・ルイーズ・マコンにより命名、浸水した。1912年9月17日に 初代艦長ロイシー・スミス大佐の指揮したフィラデルフィア海軍交渉で収益した。アーカンソーは収益後、10月14日にハドソン川でタフト大統領の越官を受けた。その後、タフト大統領はアーカンソーに上艦し、パナマ運河の視察に赴いた。記念式典の後にアーカンソーは成長訓練のため、キューバ水域に巡航した。その後、 タフト大統領をフロリダ州キーウェストに送り届けるため、12月26日にパナマ運河地帯へ戻った。続いてアーカンソーは大西洋艦隊に合流し、東海岸沿岸で演習を行った。最初の海外巡航は1913年10月後半のことであった。アーカンソーは地中海でいくつかの港を訪問し、 1913年11月11日には、イタリアのナポリを訪れ、ビットリオ・エマヌエーレ3世の誕生日を祝賀した。1913年10月に、メキシコで、クーデターが発生し、ビクトリアーノ・ウェルタが政権を握った。ウッドロー・ウィルソン大統領は、ウェルタ政権を認めず、ウェルタに辞任と再選挙を行うよう要求した。メキシコの混乱は継続し、 アメリカ海軍はアメリカ人保護のためメキシコ水域への艦艇を派遣した。緊張状態の中部発事件が多発し、1914年の春にはタンピコで小競り合いが生じた。ウエルタ軍への武器がベラクルス港に到着予定だったことが判明し、ウィルソン大統領は港で輸送船を打破し、武器の上陸を防ぐよう海軍に命じた。 ヘンリー・ティ・名誉少将を指揮する艦隊がメキシコ水域で活動していたが、ウィルソン大統領はチャールズ・ジェバジャー少将の大西洋艦隊をベラクルスへ派遣した。アーカンソーはベラクルス上陸に参加し、17名の士官と313名の水兵からなる4個大隊を上陸させた。部隊はアーサー・ビー・キーティング・中佐が指揮をとり、その中には後に、 ベラクルスでの英雄的行動で名誉勲章を受賞したジョナス・ジェイ・イングラム将尉、第二水兵連隊で砲撃を指揮したジョン・グレディ、注意がいた。上陸は4月22日に行われ、アーカンソーの兵士たちは、紫外戦に参加し、ベラクルスを占拠した。2名の二等水兵、ルイス・オーフライドとウィリアム・ウェルワトソンがその日の戦闘で、戦死した。 アーカンソーの部隊は4月30日にカンに戻り、カンはその夏、メキシコ水域に泊まり、9月30日に東海岸へ帰島した。ベラクルスでの滞在中、5月10日にドイツのアメリカ大使館付け、武漢フランツホンパーペン大員、5月30日にイギリス海軍のクリストファークラドック少将の訪問を受けた。アーカンソーは、 バージニア州ハンプトンローズに10月7日到着し、1週間の演習後改修のため、ニューヨーク海軍交渉入りする。改修が完了すると、バージニア岬へ向かい、南部演習海域で訓練を行った。12月12日にアーカンソーは再び、ニューヨーク海軍交渉で補修を受けた。1915年1月16日に、再び出港し、 1>, 1月19日から21日まで南部演習海域で訓練を行う。訓練が終了するとキューバのグアンタナモ湾へ向かい4月7日にハンプトンローズに帰還した。その後再び南部演習海域で訓練を行う。4月23日にニューヨーク海軍交渉に向かい2ヶ月に及ぶ修理を受けた。修理の完了後6月25日に ロードアイランド州ニューポートに向かい、ナラガンセット湾で、水雷訓練及び艦隊演習を行った。8月27日に、ハンプトンローズへ帰還すると、10月4日まで、ノーフォーク水域で演習を行い、続いて、ニューポートへ、再び巡航した。ニューポートでは10月5日から10月14日まで、戦術演習を行った。10月15日にアーカンソーは、 ニューヨーク海軍造船所のカンドックに入った。11月8日にハンプトンローズへ戻り、定時訓練期間の後、アーカンソーは10月19日にブルックリンへ戻り修理を受けた。修理完了後1916年1月5日にハンプトンローズへ出港し、休養のため停泊した後、陶器演習のためにカリブ海へ向かった。アーカンソーは西インド諸島びグアンタナモ湾を訪れ、 3月12日に帰国し、モービル湾で水雷演習を行った。その後3月20日にグアンタナモ湾へ向けて出港し、4月中旬までそこに泊まった。4月15日にオーバーホールのためニューヨーク海軍交渉に入った。1917年4月6日にアメリカ合衆国は第一次世界大戦に参戦する。 アーカンソーは第7戦艦部隊に所属し、バージニア州のヨーク川をパトロールした。続く14ヶ月にわたってアーカンソーは、東海岸の偵察巡航と武装商船の放射に対する訓練を行った。1918年7月にアーカンソーは、スコットランドのロスサイスへデラウェアに代わって派遣された。7月14日に出航し、スコットランドへの到着の前夜に、 ドイツの有望と戦望鏡らしいものを発見し、護衛の駆逐艦が爆雷を投下したが、敵艦を破壊することはなかった。その後は何事もなく、アーカンソーは7月28日にロスサイスに停泊した。残る数ヶ月間をアーカンソーを呼びたのアメリカ戦艦は、ロスサイスを本拠として、イギリス海軍艦隊の第6戦艦部隊として、作戦活動に従事した。 第一次世界大戦の休戦は11月11日に発効した。イギリス海軍艦隊はメイアイランドから40マイル東方に航海し、アーカンソーは1918年11月21日のフォース湾におけるドイツ太陽艦隊の降伏調式に臨席した。アーカンソーは12月1日にイギリス海軍艦隊を離れ、フォース湾からイギリスのポートランドに向かい、 その後ウィルソン大統領の乗ったジョージ・ワシントンと合流した。アーカンソーとその領艦は大統領の上官を護衛して1918年12月13日にフランスのブレストに到着した。アーカンソーはブレストを出港してニューヨークに向かい12月26日に帰還、熱狂的な歓迎を受けた。ジョセファス・ダニエルズ海軍長官はメイフラワーに上官し、 戦艦隊を艦越した。ノーフォーク海軍交渉でのオーバーホール後、アーカンソーはキューバ水域で艦隊に合流し冬機演習に参加した。その後まもなく大西洋を横断し、1919年5月12日にプリマスに到着した。5月19日にはニューファンドランドのトレパシー湾からヨーロッパに向かって飛び立った海軍のカーチス NC 飛行艇を 支援するため大西洋上で気象観測を行った。任務が完了するとアーカンソーはブレストに向けて出港し、パリ平和会議から帰国する海軍作戦部長、ウィリアム・シェパード・ベンソン提督及びその妻を6月10日に上官させた。アーカンソーは1919 19年6月20日にニューヨークに到着した。アーカンソーは 太平洋艦隊に配属され1919 19年7月19日にハンプトンローズを出港、パナマ運河経由でカリフォルニア州サンフランシスコに向かった。1919年9月6日にジョセファス・ダニエルズ長官と夫人を上官させた。9月12日に一行はワシントン州ブラークリー湾で下官し、翌9月13日にはウィルソン大統領の関越を受けた。 大統領はオレゴンに乗って艦隊を視察した。1919年9月19日、アーカンソーは後半イオーバーホールのためピュージェットサウンド海軍造船所に入居した。作業完了後1920年5月に艦隊任務に復帰し、カリフォルニア州沿岸で作戦活動に従事した。1920年7月17日、アメリカ海軍は 船体分類記号を導入し、アーカンソーは BB-33 に指定される。同年9月、アーカンソーは初めてハワイへの巡航を行った。1921年初めには、チリのバルパライソーを訪問し、乗組員はアルトゥーロ・アレッサンドリ・パルマ大統領に対して、感情整列し、敬礼を行った。アーカンソーの平時任務は、例年の訓練及び、定時の維持。 オーバーホールが繰り返された。またそのスケジュールには、法術訓練、機関訓練、例年の艦隊演習も含まれた。1921年の夏に、大西洋艦隊戦艦部隊の機関となり、アーカンソーは8月に、東海岸での作戦活動を始めた。その後数年間、アーカンソーは、海軍兵学校生の夏季訓練巡行に従事した。1923年には、 ヨーロッパを巡行し、デンマークのコペンハーゲン。ここでは7月2日に、国王クリスチャン10世紀の訪問を受け、ポルトガルのリスボン、ジブラルタルを訪問した。翌1924年も、海軍兵学校生の訓練巡航を行い、1925年にはアメリカ合衆国の西海岸を巡行した。6月30日に、カリフォルニア州サンタバーバラに到着したが地震が、 発生し、アーカンソーは、駆逐艦、マッコーリーマイナス三 -34 と共に、乗組員をサンタバーバラに上陸せ治安維持を担当、沖合で臨時の通信所を開設した。1925年の海軍兵が構成の訓練巡航を完了すると、アーカンソーは近代化のため、フィラデルフィア海軍交渉に入居した。アーカンソーの石炭燃焼艦は、 重油燃焼管と交換され、追加の甲板走行が施された。また、2本あった煙突は1本にまとめられ、後部のカゴマストは低い三脚マストに交換された。作業は1926年11月に完了し、東海岸沿い及びキューバ海域で成長が行われた後、大やけ身のためフィラデルフィアに帰還した。 その後まもなく艦隊での任務を再開し、アーカンソーはメイン州沖からカリブ海で活動した。1927年9月5日にアーカンソーは1781年のヨークタウンの戦いで戦死したフランス軍兵士を追悼する記念碑の除幕式に出席した。1928年5月にアーカンソーは再び海軍兵学校生を乗せ、東海岸沿い及び、 キューバ海域での訓練巡航を行った。1929年の前半にはパナマ運河地帯及びカリブ海で活動し、5月にニューヨーク海軍交渉でオーバーホールを行った。アナポリスで海軍兵学校生を乗せると地中海及びイギリスへの訓練巡航を行い、8月に帰還、東海岸沖で偵察艦隊と共に作戦活動に従事した。 1930年と1931年には、再び海軍兵学校生の訓練巡行を行った。1930年は、フランスのシェルブール、ドイツのキール、ノルウェーのオスロ、スコットランドのエジンバラを訪問し、1931年には、デンマークのコペンハーゲン、スコットランドのグリーノック、スペインのカディス、ジブラルタルを訪問した。1931年9月に、 ノバスコシア州ハリファックスを訪れ、10月にはヨークタウンの戦い150周年記念式典に参加、フーバー大統領とその一行が10月17日に上官した。19日及び20日に大統領一行を乗せてアナポリスに帰還し、その後フィラデルフィア海軍造船所に入居、1932年1月まで同地に泊まった。 フィラデルフィア海軍造船所を出居し、アーカンソーは西海岸へ向けて出港、途中ルイジアナ州ニューオーリンズに立ち寄り、ニューオーリンズマルディグラに参加した。アーカンソーは大西洋艦隊訓練船隊の帰還任務を命じられ西海岸で活動し、1934年の春に東海岸に帰還した。1934年の夏にアーカンソーは、 海軍兵学校生の巡行を行いプリマス、フランスのニース、イタリアのナポリ、ジブラルタルを訪問した。8月にアナポリスに帰還し続いてロードアイランド州ニューポートに移動。同地でフランクリン・ルーズベルト大統領に対して乗組員が艦上に整列して敬礼を行った。大統領はヨットノーマルハルから登礼した。またアーカンソーはヨットレースに参加し、 その乗組員のカッターは、イギリス海軍の軽巡洋艦ドラゴンの乗組員が操るカッターに勝利し、バッテンベルクカップ及びシティオブ、ニューポートカップを得た。1935年1月にアーカンソーは上陸演習に参加する第5海兵士団第1大隊をクレブラ島へ運んだ。6月には、ヨーロッパへの海軍兵学校生の訓練巡行を行い、エジンバラ、オスロ、 ここでは国王奉魂七世が艦を訪問したコペンハーゲン、ジブラルタル、マデーラ島のフンシャルを訪問した。8月にアナポリスで海軍兵学校生を下艦させた後、アーカンソーはニューヨークへ向かった。ニューヨークでは同艦区の予備役兵を乗せ、9月にノバスコシア州ハリファックスへの訓練巡行を行なた。任務を完了すると10月に、 ニューヨーク海軍交渉で修理及び改修を受けた。1936年1月にアーカンソーワクレブラ島で行われた艦隊揚陸演習第2に参加し、その後ニューオーリンズでマルティグラに参加、ノーフォークに帰還するとオーバーホールに入り、作業は1936年の春まで行われた。同年夏、海軍兵学校生の訓練巡航でポーツマス、スウェーデンのイエテボリ、 シェルブールを訪問し、8月にアナポリスに帰還した。続いて、ロストンへ向かい、予備役兵の訓練巡航を行った後、10月には、ノーフォーク海軍造船所で、オーバーホールが行われた。翌1937年のヨーロッパへの海軍兵、学校生訓練巡航では、イギリスとドイツの港を訪問し、東海岸に帰還すると、ノーフォーク沖で、 作戦活動に従事した。同年後半はフィラデルフィアからボストン、バージン諸島のセントトーマス島、キューバ海域までの範囲で作戦活動に従事した。1938年から39年にかけてアーカンソーの任務は例年と同様のものであり、訓練艦隊での任務は大部分が東部海岸で行われた。1939年9月に 第二次世界大戦が勃発すると、海軍は有事即応準備を行った。アーカンソーは、ノーホークの海軍航空基地から、ナラガンセット湾に設立される水蒸気基地へ水蒸気と飛行設備を輸した。ニューポートでアーカンソーは、駆逐艦用の放設備を搭載し、ハンプトンローズに運送した。アーカンソーは、戦艦テキサス及びニューヨークと共に、 ノーホークを1940年1月11日に出港し、グアンタナモアンで艦隊演習を行った。その後2月クレブラで上陸訓練を行い、セントトーマス経由でノーホークに帰還した。ノーホーク海軍交渉で3月18日から5月24日までオーバーホールを行った後、海軍作戦基地へ移動し5月30日まで停泊した。 その後アナポリスへ出港し、テキサス、ニューヨークと共に、海軍兵が構成を乗せ、パナマとベネズエラへの訓練巡航を行った。1940年の年末までにアーカンソーは3度の予備役兵の訓練巡航をなった。この巡航では、グアンタナモアン、パナマウンガ地帯、チェサピークアンを訪れている。戦争開始から数ヶ月が経ち、アメリカ海軍は徐々に、 大西洋へ進出した。アイスランドを占領する決定がなされ、その夏アーカンソーは初の実践任務についた。ニューヨーク及び軽巡洋艦ブルックリンと共に戦団警護を実施した。続いて、ニューファンドランドラブラドール州アージェンティアのプリンスオブウェイズ艦上で行われたルーズベルト大統領とチャーチル首相の会談に同行し、 1941年8月8日から8月14日まで国務次官サムナーウェルズと特使の W ・アベレル・ハリマンに宿泊施設を提供した。1941年12月8日の日本海軍による真珠湾攻撃時アーカンソーはメイン州カスコアンに停泊していた。1週間後の12月14日にアイスランドのクバルフィヨルドへ向かった。アーンティアで ボストンに帰還したのは1942年1月24日のことであり、その場で2月を過ごし、カスコワンで戦団護衛任務のための訓練を行った。3月6日にノーホークに到着し、オーバーホールを行う。7月2日にチェサピーク湾で成長を行い、7月27日にニューヨークに到着した。アーカンソーは8月6日にニューヨークを出港。 第38任務軍の機関として14隻の駆逐艦と共に12隻の輸送船団を護衛し、スコットランドのグリーノックに向かった。二日後のバスコシア州ハリファックスで休養し、その後アレルキ北大西洋で護衛を継続、8月17日にグリーノックに到着した。ニューヨークに9月4日に帰還した後、再びグリーノックへの船団を警護し、10月20日に帰還した。 北アフリカ進攻作戦に伴い、アメリカ軍船団は、作戦支援のためカサブランカへ向かった。11月3日に、ニューヨークを出港。アーカンソーはモロッコへの船団を稽古し、12月11日に、ニューヨークに帰還、オーバーホールを受けた。1943年1月2日、アーカンソーは、チェサピーク湾に向かい砲術訓練を行った。1月30日に、 ニューヨークへ帰還し大西洋横断のための補給を受ける。アーカンソーは2月から4月にかけてカサブランカとニューヨークを2位往復した。5月上旬にニューヨーク海軍交渉のカンドックに入り、26日にノーホークに向かった。ノーホークでは海軍兵が構成を上官させ訓練を行った。チェサピーク湾での4ヶ月に及ぶ訓練の後、 ニューヨークに帰還し、先団護衛任務に従事した。10月8日、アイルランドのバンゴールに向かい、11月中停泊した、あと12月1日にニューヨークへ帰還した。12月12日に修理を開始し、1943年のクリスマスの2日後にノーホークに向かい、年末までそこで過ごした。アーカンソーは1944年1月19日に、 アイルランドへの戦団警護に出航した。警護が完了すると、大西洋を帰還し2月13日にニューヨークに到着する。3月28日にカスコ湾ワンで砲術訓練を行い、4月11日に修理のためにボストンへ向かった。4月18日にアーカンソーはアイルランドのバンゴールへ再び向かった。到着後、 支援砲撃を行うための訓練を開始した。6月3日、ノルマンディ上陸作戦を支援するため、フランス沿岸に向けて出した。6月6日にバイエデラセーヌに到着し、オマハビーチから4000ヤードの海域に停泊した。5時52分、アーカンソーは砲撃を開始した。海岸砲台及び敵陣地に対して繰り返し砲撃を行い、6月13日にグランカムデバインに移動した。 1944年6月25日にアーカンソーはシェルブールのドイツ海岸砲台と砲撃戦を行った。アーカンソーはシェルブールを攻撃する地上部隊の支援を行い、翌日シェルブールは陥落した。アーカンソーはウェーマスへ向かい22時20分に到着、6月30日にバンゴールに向かった。アーカンソーは7月4日に出港し、 地中海からジブラルタルを通り抜け、7月10日にアルジェリアのオランに停泊した。7月18日に出港、7月21日にイタリアのタラントに到着指導所に8月6日まで、泊まり、8月7日にシチリア島のパレルモへ移動した。8月14日にアンビル作戦、ツーロンとカンヌの間の南部フランス沿岸への進攻作戦が開始された。 アーカンソーは8月15日に上陸支援の砲撃を開始し、8月17日まで継続した。パレルモとオランで停泊した後、アーカンソーは帰国の途に着いた。9月14日にボストンに到着、11月前半を通じて修理、回収を行った。修理は11月7日に完了し、カスコーンで3日間の訓練を行った。11月10日に、 パナマ運河地帯に向かい、11月22日に運河を通過カリフォルニア州サンペドロに向かった。11月29日にサンディエゴで訓練を行い、11月10日にサンペドロに帰還した。3週間の準備の後、アーカンソーは1945年1月20日に真珠湾に出港した。真珠湾到着の翌日にウルシー艦渉。 カロリン諸島の艦隊白地へ向かい、そこからテニアン島へ向かった。テニアン島には2月12日に到着2日間を砲撃訓練に費やした。2月16日の6時にアーカンソーは硫黄島の日本軍拠点に対して砲撃を開始した。砲撃は2月19日まで行われ、夜間も護衛のため火力支援水域に残った。 アーカンソーは激戦を繰り広げる海兵隊を支援し多数の砲弾を日本軍拠点に打ち込んだその後3月7日に伊王島を離れうるしい干渉へ向かった3月10日に白地に到着し続く沖縄侵攻に向けて食料燃料弾薬の補給を受けた3月21日に白地を出港25日に 沖縄水域に到着したアーカンソーは支援観光射撃を開始した。日本軍による激しい攻撃が行われ、アーカンソーは何機かの特攻攻撃をかわした。46日間にわたって支援砲撃を行った後、5月14日にグアム島のアプラ港に到着した。アプラ港で1ヶ月を過ごした後監督入りし、その後6月12日にレーテワンに向かった。 6月16日に到着、停泊すると、終戦の8月まで、フィリピン海域に残ることとなった。8月20日にアーカンソーは、レーテ湾から沖縄に向かい、8月23日に、中条湾に到着した。そこで1ヶ月を過ごした後、マジックカーペット作戦の一部として、期間兵800名を乗艦させ9月23日に、沖縄執行、新宿湾を経由して10月15日に、 シアトルに到着する。同年末までアーカンソーは、アメリカ本国と真珠湾を3度往復し、機関兵を輸送した。1946年初旬を、アーカンソーは、サンフランシスコで過ごした。4月後半に、ハワイに向かい、5月8日に、真珠湾に、到着。20日に、真珠湾を出港し、ビキニ干渉に向かった。クロスロード作戦の標的艦に使用されるためであった。 1946年7月1日のエーブル実験で沈められる予定であったがアーカンソーは生き残り7月25日のベーカー実験により沈没した。アーカンソーは1946年7月29日に解約され1946年8月15日に除籍された。アーカンソーは第二次世界大戦の戦考により4個の従軍聖賞を受賞した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。